サンディアです。ということで、今回もモダンハウスの建築講座やります。とその前に、動画遅れてすいませんでした。温泉に入っていたら寝てしまい、動画が作れませんでした。ごめんなさい。っていうのは嘘で、実際は建築勉強会というイベントに2日分の作業時間を使ったので編集できませんでした。建築勢としては、逃せないイベントだったのでね。まあ、その2日分のロストを取り返すクオリティの建築講座を準備するので、許してください。で、今回紹介するモダンハウスについてですが、シンプルに一軒家にしてみました。特にデザインを頑張ったので、ぜひ一緒に作っていただけると嬉しいでございます。ということで、建築講座やっていこう。毎度のことですが、テンポよく進むので動画を止めながら見てくださいね。という感じで、僕の建築講座は基本的に下のように2画面を使って説明していきます。編集でわかりにくい部分ができないように最善を尽くしているつもりですが、万が一わからない部分があったら、コメントで教えてください。また、編集のアドバイスとか要望あればぜひコメントしてくださると助かります。自分のチャンネルは和風建築の動画が伸びやすいみたいなので、和風の建築講座を作ってみたいのですが、何かリクエストあればいつでも気軽にコメントしてくださいね。そして、今動画のネタで考えてるのが、和風な旅館の建築講座です。温泉の動画で旅館をリクエストしてくださった人がいたので、それに応える形を考えています。でも制作に少し時間がかかりそうなので、もっと簡単な建築講座を作りたいんですよね。となると、サバイバル用建築講座とか、簡易建築とかになると思うんですよね。どうしましょう。でも、こんな感じで日々、自分が何を建築しようか、考えてるだけで楽しいですよね。自分はいつも妄想してニヤニヤしてます。自分の好きなことを皆さんに共有できて本当に幸せ者です。ここまで雑談ずくめできてますが、基本的に説明することがないんですよね。皆さん見ながら作ってください、という感じで、少し投げやりかもしれませんが、結構声なしで十分なんですよね。あ、ここは赤い点滅の部分を階段にしてくださいね。そうだ、実は一つの建築講座で同じ内容の動画を2本投稿していることに気づいていましたか？一つはゆっくりボイスの解説と雑談付きのものと、もう1本が解説なしの動画なんですけど。実はありがたいことに、インスタグラムでは海外から僕のことを応援してくださっている方々が結構いて、その方々のためにゆっくりボイスなしの見やすい動画を投稿して共有している、っていうわけなんですね。海外の方々が動画を開いて、いきなりよくわからない言語の機械音が流れても、奇妙なだけなのでね、そこは気を使って動画を分けようと思ったわけです。今のところ海外からの視聴は少ないですが、徐々にインスタグラムに動画を共有して、海外からの視聴者さんを獲得していきたいですね。グローバルなチャンネルを目指してるということを言っていますが、そういうことなんです。もちろん日本人の方々にたくさん見ていただけているので、日本人向けの動画も上げていきますよ。もう少しでチャンネル登録者1000人を突破しますし、徐々により良いチャンネルを皆さんと作っていけたらと思っているので、これからもよろしくお願いしますね。そして、もう少しで複雑な部分が来るのでよく見てください。はい、窓と入り口を作っていきます。同じように作ってみてね。わからなかったらコメントしてください。ここからも複雑な部分になります。小さいですが、動画の画面のように作ってみてください。
ブロック多くを取ってなんでこんなに癖になるんだろう。好き。今深夜だから変な編集になってたらすいません。切羽詰まってます。とりあえず動画を長く見てほしいので、なんか喋らせときますね。ここからは、2階部分になりますね。今回のデザインは、外装重視で作ったので、内装を整えるのが難しかったですね。特に2階の部分が。建築講座は簡単な構造にしないといけないので、簡単じゃないですよね。先駆者さんマジリスペクトです。これで、あとは屋根を張って基本の形は終わりです。あとは、細かい装飾や外部を整えて完成になります。動画を参考にしながら自由に作ってみてください。
ということで、皆様お疲れ様でした。今回のモダンハウスはいかがでしたでしょうか？意外に簡単な作りだったと思うので、気に入っていただけたら高評価とチャンネル登録、そして動画の共有をよろしくお願いします。わからない部分があったら気軽にコメント欄で聞いてください。そして、途中のゆっくりボイスがうるさいと感じた方は、海外用の動画を見てゆっくり作っていただければと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。